皆さんこんにちは、アトリエキッチンです。今回は健康と美味しさを一度に取れる全粒粉ブレッドをご紹介します。レシピはバゲット成形で2本分、丸パンで8個分です。完成までは3時間半が目安。まずは生地から作っていきます。今回僕はスーパーで買えるカメリアと全粒粉に夢力を使っています。スキムミルクはダマになりやすいので他の材料と混ぜてから加えます。動画の最後に SNS で寄せられた作レポもご紹介しています。ぜひ最後までご覧ください。9月の上旬でキッチンの温度は25度、11度の水を使ってこね上げ温度26度を目指します。バター以外の材料が入ったら粉っぽさがなくなるまで混ぜていきましょう。粉っぽさがなくなったところで台に移して手でこねていきます。手首にしっかりと体重を乗せて、まとまってきたら叩きごねも交えてグルテン同士のつながりを強くしていきます。グルテン膜をチェックしてバターを入れる前まで8割方こね上がっている状態に持っていきます。このタイミングで無塩バターを 9g 加えて、すぐにバターがはみ出してきますが、カードを使ってまとめながら続けてください。これでこね上がりです。こね上げ温度が低い場合は発酵が遅く、高い時は予定の時間より早く進みます。表面が張るように丸めたら35度で60分一次発酵を取ります。発酵前の生地と比べて大きさは約2倍。指先に粉をつけて発酵の具合を確認してみます。べたつく生地ではないので内粉は最小限で。台に移したら分割丸めへと進めていきましょう。しっかりとガスを抜いて三つ折りです。この動画ではバゲットの形で作っていますが、丸いパンやクッペにもなります。丸いパンを作る場合は成形で丸め直してから最終発酵を取ってください。この段階で綺麗な三つ折りになっていないと成形が難しくなってしまいます。ゆっくりでいいので正確さにこだわりましょう。生地が乾かないようにベンチタイムを20分取ります。全粒粉ブレッドの成形に入ります。バゲットの成形は簡単ではありませんが、この生地では難易度が下がります。最初にガスを抜いて、下と上から折って、次に下1センチのところに糊しろを残しております。端と端をくっつけて、転がしながら同じ太さに整えます。閉じ目が真下に来るようにキャンバスへ。
30度で40分を目安に最後の発酵を取ります。横への広がりも出るので余裕を持って壁を作ってください。発酵の進み具合を見ながらオーブンの余熱も忘れずに。鉄板に移して飾りのクープを入れたら焼成です。粉を振ってクープが入りやすくします。なくても大丈夫です。クープは赤い線からはみ出さないように入れます。慣れていない方は目印をつけて。霧吹きで湿気を出してから素早くパンを入れます。オーブンの使い方は他の動画で詳しく説明しています。気になる方は動画の概要欄へ。焼成の途中にパンを反転させて焼きムラを防ぎましょう。焼き上がりました。レシピが気になる方は動画の概要欄へ。最後までご視聴いただきありがとうございました。